はい、上下、私は広島県三原市の三平商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、明日から行くキャンプの準備を、したいと思うんですが、前回キャンプの道具の、道具を大体説明をさせていただいたんですが、それの、もっとサイドバッグの中に入ってるものとか、どんな風に荷物を積むのかっていうところをちょっと紹介したいと思いますんで、見てやってください。はい、ではまずサイドバッグの中なんですが、工具やチューブで、この発煙筒とかですね、あとは、シートカバーやバイクのロックですね。で、ブレーキランプ、そしてヘッドライトとか、これ何が入ってるんだろう、あとイヤホンとかも入ってますね。そんな感じをサイドバッグの中に入れています。こんな感じかな。がこちら側の、カバンの中です。サイドバッグの中です。はい、そして反対側のサイドバッグの中は、こういったゴム紐、ビニールで、オイル、これ500ミリリットルぐらい入ってるかな。あと大きなモンキーと、あと、雨降った時のこの、これいらないかな、今回やめようかな。これはブーツカバーですね。カッパのブーツ版みたいな。そして、1.5 リットルの予備タンク。あとカッパが、今回トライアルでカッパ着てたので乾かしていました。まあ、カッパはですね、雨以外でも防寒着になることもあるので、カッパはやっぱり持っていこう。よいしょ。というのが反対側のサイドバッグの中身です。はい、そして、メインのテントとか寝袋とかは、この前回も紹介しましたコールマンのドライバッグの中に入れます。だな、そうそう、テントを先入れないと。テントのムーンライト2、モンベルですね。で、これもモンベルのスリーピングバッグ、寝袋ですね。よ、そしてこのテーブル、よいしょ、入れて、あとは、グランドシートぐらいで、この一番大きなバッグをがいっぱいになります。まあ、もうちょっと入るんですけどね。これは雨に打たれても大丈夫を後ろに積みます。あとこちらですね、一番でもないですけど大事なベンチ。そしてこれが料理道具というか、キッチン道具じゃねえな、なんていうのかな、まあ、火とかお皿とか鍋とかいうものがこれ入ってます。これも後ろに積みます。はい、そのメインの荷物を積むのはこれですね。ガチャガチャ、これなんていう名前なんだろうな、昔タイダウンとか言ってたような気がしますけど、こういうのでガチャガチャとこう閉めて荷物落ちないようにします。こん
な感じですね。この時にいつも注意してるのが、この背もたれが、ちょうどいい感じになるように、まあ、両手こうハンドル持つとですね、背もたれには私の場合はならないんですけど、ちょっと片手でこう運転しながらこう背もたれになるぐらいの位置にこれを決めています。それで最後にこの網で、落下防止するんですが、もう一個最後というか、着替えとかですね、ちょっと充電器系統とかはリュックサックに入れるので、リュックサックを最後入れて、この最後網をして終わりになります。そしてこの、テントの中に敷く、ラグっていうんですかな、布なんですけど、これのねこう柄が結構ザ・旅人っていう感じで、私がすごい好きなので、これは前に積みます。こんな感じですね。はい、だいたいこんな感じで、走っていきます。これまあ1泊2日でも3泊4日でもだいたいまあこれぐらいで、荷物は全部揃うかなと思います。はいはいはい、こんな感じで今荷物を積み終わって、これから出発をします。前をこの柔らかい、布を積んで、後ろは、よく使うリュックサックのものを最後つけて、クロックスを後ろにぶら下げています。こんな感じですね。はい、ということで、今日の動画を終わりたいと思います。今から1泊2日、キャンプ行ってきますので、また状況を、そのキャンプの状況を、お知らせしたいと思います。とりあえず2人でスタートしますが、もうエンジンかかっております。すごい荷物ですね。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、キャンプ動画上げたいと思いますので、お楽しみに。ありがとうございました。バイバーイ。はい、この度のツーリングは、まあ、無事にみんな帰ってこれたんですが、反省すべき点はたくさんありました。やっぱり危ないので、細心の注意を払って走らないといけないなと思いました。あとですね、こんな長丁場で撮影したのは初めてだったんですが、なかなか難しいです。面白いところは一切撮れてません。そうなんだかなと思いますが、でもね、またこれで勉強になったので、次はもっと面白い、動画撮影できるんじゃないかなと思ってます。この度は、まあ、できる範囲で、編集してアップしたいと思いますので、お楽しみに。